原発レースはその直後4コーナーカーブ先頭3連投中ロードバレンチ逃げてリードは1馬身で直線です。捕まえにかかる7番のウィリアム・バローズこの2頭の掛け合いに変わった。3番手には12番のハヤブサランデク内からハピ200を通過さあ前の争いかわしたウィリアム・バローズが先頭ロードバレンチ追加して2番手それに襲いかかる12番のハヤブサランデクウィリアム・バローズが先頭残り 50m ハヤブサランデク下がってかわした2頭首の上げ下げで通り3番手に6番サノビジョンの男を飛び出せるを1分51秒4前はどちらでしょうか。8番のウィリアム・バローズかそれとも12番のハヤブサランデ君かこの争いです。3番手6番サノビジョンエラセルを乗り込みそのあたり3番ロードバレンチは逃げましたが力尽きました。不良のコンディションは1分51秒4ゴールまで 800m49 秒8 600m37 秒7サーフビジョンもこの2頭をしのいで映しておりましてどちらが前に出たかゴール前前の一つも飛んで確認したいと思います。先に出た8番ウィリアム・バローズをめぐって足手の場対12番ハヤブサランデ君が藤田浅政花佐並んだところがゴール。その後6番サノビジョンの追い込みこれは3番で間違いありません。さあトップモーション泥だらけの中どちらでしょうか。ハヤブサランデ君は刺すには刺しているように見えますがゴールに入った瞬間はどちらとも言えません。これは際どい体制とお伝えしております。3着6番は間違いありません。4着3番5着15番と点滅、そのまま入選しています。以下ホール1ダノンスプレンダーハピはその後カテドラルその後に敗れています。雨の中さあハヤブサランデ君差し切ったかそれともウィリアム・バローズ残したかという展開となっています。マーチステークスさあどちらが重賞制覇を果たしたんでしょうか。どちらが勝ってもというこの中央の重賞勝ちは初めてになります。手元の計算2通りお伝えします。12番のハヤブサランデ君が1着の場合3勝12番 8.8 倍ウィリアム・バローズが勝っている場合は3勝8番 3.1 倍です。馬連は8番12番ですと 14.9 倍馬単8番のウィリアム・バローズが勝っている場合の8番12番の入選順は 25.3 倍その逆ハヤブサランデ君が勝っている場合の12番から8番ですと 43.9 倍1、2着写真判定3着6番の北野ビジョン1、2着は12番か8番かお待ちください。なお3連複はこちらは8番12番6番8番12番という順になります。3連複は6番8番12番 166.2 倍です。確定までお待ちください。2着1、2着は写真判定とお伝えしておきます。マーチステークスでした。中山11レース G3 マーチステークスをお届けしました。知らせレース日曜のへそはいということで応援メールもたくさん来ています。はい本日は晴天なりさんを応援しゆっくりとさつかける僕は本日は晴天なりさんを応援します。この時期日曜のへそをリアタイできていなかったんですが気づいたら最下位になっていてびっくりです。新作のウルトラマンの情報が公開されたばかりなのにウルトラマン塾の晴天さんが脱落は悲しすぎます。どうか踏ん張ってください。ありがとうございます。そうですね、そうなんです。新作ウルトラマンも発表されたんで絶対残りたいです。続きまして虎のしっぽさんからいただきました。今回は晴天さんの逆転に期待します。おーびっくりした帰ってきたウルトラマンならぬ帰ってきた本日は晴天になりましょう。いやありがとうございます。いやこれ当たってもそんなに言うほど高額でもないでも勝てますよね。勝てるかもしれないけどでも変味とかも当てたらこれでは勝てないかもしれない。うわかぶってる。あかぶってるね変味と。え？一個かぶってる。あ、じゃあ絶妙にまずいですね。絶妙ね、でもやっぱ。ちょっと。なるほど。他のメンバーもコルトですとか。まあ。でも安さ当てなければまあ大丈夫だと思います。はい。じゃあ続きまして、安田さんいきます。岐阜市寿司屋の大将さんからです。僕はフォローテレストさんを応援します。僕の推しであるドッカンプロの青つなぎを紹介するので、なんとか名古屋芸人枠を続けてください。あー、なるほど。坂井直人さんのファンだ。坂井直人さんのファン。坂井直人さんのファンか。はい。知らないですか、坂井直人さん。はい、初めましてですね。
あのラジオのレギュラーいっぱい持ってるけど毎回同じ青いつなぎで来るからちゃんと選択してないでおなじみの坂井直人さん。多分選択してないでおなじみはめちゃめちゃ嫌ですね。なんだろう、名古屋魅力のある人しかいないじゃない。本当ですね。で今度紹介します。はい、じゃあ、ひんみさんの紹介しといた方がいいですよね。はい、うん、はい、え、それそうですよ。しない、今日、投資しないつもりで来てたんですか。投資はあっちゃダメなんですよ。坂戸市天の崎さんからです。はい、本日は雨天、今日が最後ですかね、晴天さん、悲しい。ドカンと安田さんとともに当てて、ひんみさんを蹴落としてほしいというのが本音なんですが、うん、応援するのは2週連続外したひんみさんです、うん、ということで。ゾウさんはどうなってるんですか、この方。これはヘンミさんの応援メールと捉えてよろしいですか。応援するのはヘンミさんみたいですよ。応援はしてくれてるんですね。ヘンミさんのどこを応援してるかは一切書いてないですね。そうですね、はい、ちょっと当たっても還元したくなるんですね。そうですね、こうなるとね。当てる確率も高いし、当てる額も大きいからじゃないですか、ヘンミさんはね。あ、まあ、そうですね、そう組み取れば、はい、応援メールなのかもしれないんで、うん、はい、頑張ります。はい、ここからすまるさんからです、はい、昨日日曜のへそから応援した記憶はないんですが、多分ヘンミさんを応援した分の配当金が届きました。ヘンミさんありがとうございます。ヘンミさん応援してるよ。ヘンミさん応援の記憶はない。記憶はないけど届いた。多分メール送ったんじゃないですか。記憶ないけど、返金してください。お願いします。返金してください、日本放送に、はい、配当金もらいましたが、それはそれとして、これからも許さない、甘やかさない、調子に乗らせないの辺見三原則を尊重、し、応援という名のファイティングポーズを取っていきたいと思います。頑張れよ辺見。これは、メールを選択したり日本放送にも問題があるから。そうですね。ということで、早速じゃあレースに参りたいと思います。はい、それでは中京11レース G1 高松宮記念の実況中継をお届けします。実況は日本放送新井上アナウンサーです。昨日も 7.5 ミリの雨が降りました。中京競馬場芝ダートも不良のコンディション、極悪馬場の中で行われる高松宮記念。今スターターがだいぶ上がるところ、2万飛んで151人のファンが詰めかけています。パックに送られていますスターター代表、まもなくファンファーレです。5、6番との位置にメイケイエール1番人気、後ろ通しは1番のクラベスーラが追走しています。
さらにはその外を通りまして、ウィンマーベルがいて、さらにはその外を追走しているのがオレンジの帽子バックホース、さらにはその内を通りまして、もう一頭、これが青い帽子7番のベントボーチあたりが追走、あるいはその内を通っているのがもう一頭11番のピクティーナイトです。さらにはその外を追走して14番の東進マサオ、そしてその後方になりますが5枠の1頭が続いている、さらには17番アグリ、7番の後方にベントボーチと続いています。